11月30日月曜日の全国の天気をお伝えします。ではまずは天気図から確認していきましょう。明日も日本付近は西に高気圧、東に低気圧という西高東低、冬型の気圧配置となりそうです。このため日本海側では雲が広がりやすく、太平洋側は晴れるところが多くなる予想です。では天気の分布の予想を確認していきましょう。朝から日本海側は雲が多め、特に東北や北海道など北日本を中心に雪の降るところが多くなります。その後も北海道は一日を通して雪の降りやすい空。北陸、伊勢の日本海側では雨が主に降りそうです。一時的に雨の降り方が強まる恐れもあるためご注意ください。また北海道の内陸ではさらに積雪が増えそうです。太平洋側では晴れるところがほとんど、ただ東北地方ではにわか雪やにわか雨に要注意です。では気温の予想も確認していきます。朝7時見ていきますと、北海道や東北など北日本を中心に朝は氷点下、冷え込みそうです。その他東京でも5度前後の予想となっています。その後お昼頃にかけてゆっくりと気温は上がっていくものの、晴れる地域でもやはり空気の冷たさの方が優勢となりそうです。日中の予想最高気温は12月の上旬並みとなるところが多く、この時期らしい寒さです。また夕方以降、特に日の入り後はさらに冷え込んでいきますので、暖かい服装でお過ごしください。以上、全国の30日のお天気をお伝えしました。